これまでのバイオハザードリベレーションズ。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。会場で通信リンクが切れている。クイーンゼノビア、この船のどこかに二人はいる。無人の船内に不気味な気配が。まさしくゴーストシップだぜ。銃かしら。嫌な予感がする。どこなの、クリス。クリス、人形。こいつは、しまった、罠か。ようこそ真実へ、バレンタイン。何？ここは？ジル。パーカ？今どこだ？わからない。船のどこかだとは思うけど。くそ、武器も奪われてる。本部との連絡は？ダメだ、通信リンクが繋がらない。とにかく合流しよう。はい、どうもグリズンです。ということで、今回もバイオハザードリベレーションズをやっていきたいと思います。やっぱりですね、音声と字幕がね、合わないですね。先に字幕がね出てしまうんですよね。ちょっと待ってくださいね。なんかムービーのね、音声が小さいなと思って SE ボリュームを上げてみたんですけど、意味なかったですね。もともとね、そういう感じのゲームみたいですね。あとは、ちょっと待ってください。字幕消しちゃいましょうか。これどこ？あ、これか。オフにしちゃいましょう。なんかね、先に字幕が出ちゃうと、なんかこうしっくりこないんですよね。どうし、これ、ってことは、ドライバーが必要ってことでしょうかね。なるほど。これを開けなきゃいけないんですね。開けて、ロックを外す。ってことはドライバーが必要になる。ノイズが流れ続けてる。どうして私はここに。そうですね。なんか罠に。どうなるかと思ったんですが、なぜかなんか、部屋にいるというような感じになってますね。お、ありましたね。どれか。ゲットだぜ。そりゃもちろんね、気になりますからね。特に何もなかった。グリーンハーブ。さあ、じゃあこれでいけ。敵の攻撃がヒットする直前にタイミングよく、エルスティコを入力すると、敵の攻撃を、OK、やってみよう。もうできた。これでもなんか死んでなさそうですね。急ぎましょう。
今日はね、土曜日ということで、僕土日、今週はね土日休み、土日休みなんでね、今日はワインをいただきながら、収録をしております。これちょっと待って、こういうことじゃない、これをこうして、これをここに入れるのか。お、なるほどね。お、やばいぞ、来たよ。扉が2つありますね。武器ないよね。うん、何も持ってないですね。おっと、何、なんで、いつの間に武器があれば壊せるのに。いや本当だよね。あー、できなかった。やばいやばいやばい、あっち行って。行けましょう。ジル、丸腰じゃどうにもならん。いや本当です。なんとか回避して進むぞ。回避できないのよ、もう。またおねえクションになっちゃった。時々ね、僕おねえクションになってしまうっていうね、別にそういう。ああ、また来たよ。ちょっとこれね、回避できないんですわ。やばいやばい、死ぬ、やめて。回復しよう。でも回復したはいいけどね、これ今使ったのってさっき、拾ったやつですよね。だから1個しかないんですよね。1個しかなかったのを僕は使ってしまったんで、もうないです。あ、また来た。あっち行きましたよ。じゃあこっち行こう。壁に、ん、ちょっと待って、壁にショットガンがかかっている。下に何かをはめ込むくぼみがある。うん、あ、もうこれ以上持てない。じゃあそのはめ込む何かを探さなきゃいけないんですかね。特にね、他に調べるところがないんで、敵が向かって奥の方に行かなきゃいけないっていう。あれ、いないですね。おっと、ちょっと行こう。逃げよう逃げよう。もう武器ないんでね、もう逃げるしかないですね。うまいこと回避できる、僕はそういう腕を持ってないので。なんで、何、この向こう側にいるってことですかね。なんか聞こえますけど、とても嫌ですね。いますね。なんか食っとりますよ、彼は一生懸命。あれも持ってないんだね、調べるやつ。あ、これ何、これ押すやつか。OK。 わ、これ俺絶対覚えられないよ、こんな道覚えられないっすよ。いや、不安だな。多分ね、行ったり来たりすると思うんですよね、バイオだから。また怒りだ。あ、これってあれじゃないの、以前僕が通ったところの扉につながってるんじゃないですか。これ拾えないんだよね、もう弾は。あ、うわ、びっくりした。パーカー。ジル、大丈夫か。こう間があるんですよね、これ。でも船内は化け物だらけよ。なんかパーカー口だけ動いてる。武器が必要だ。俺たちの装備は途中で見つけたんだが。
二人ならなんとかなるかもしれん。口だけ動いてるよ。手伝ってくれ。手伝ってくれだって。じゃあ行きましょう。ちょっとこれどうなんでしょうね。パソコン版もありますけど、パソコン版だとこういうことはないんでしょうかね。この先に奴らがいる。うん。途中でこいつを見つけたんだが、使えないか。でこい。音、音を鳴らして爆発するやつですね。クリスの時に出てきましたね。ちょっと待って、2人いますね。これどうしよう。これ、ああ！オッケーオッケーオッケー。行こう行こう行こう。武器のありかはまだ先だ。急ごうぜ。2人。こっちも。ああ、ちょっと待って。No! No, thank you!ああいけない。いや、やばい。回復薬ない。私は回復薬を持ってない。っていうか敵ここにいるから、もうこれどうするんよ。あー、ちょっと待って。あ、やばい、間に合わなかった。さよなら。バカ助けてくれよ。まあ、バーカーもね、武器ないんで、しょうがないんですけど、後ろからね、蹴ったり殴ったりはできるでしょ、それぐらい。初のゲームオーバーですかね、これ。まあ、これからね、多分、何度も見せることになると思うんですが、もうね、できるだけ、死なずにスムーズにいきたいと思ってるんですけどね。なかなかね、僕の腕前だとそうもいかないんで。しかしローディング長いですね、やっぱバイオは。バイオっていうか、もうカプコンのゲームはね、ほんと長いんですよね。まあこのゲームに関してはね、もう字幕と音声も合わないし、その時点であんまりね。こっからか。この先に奴らがいる。あ、そっか、渡してくれるんでね。ここはね、なんとかなるんですよ。途中でこいつを見つけたんだが、使えないか。あ、位置が違いますね、さっきと。敵が、おお、なんでお前そこにいる。 NO! 危ない。あいつどこ行った。あ、散った。オッケーオッケー。ここでも困ったなあ。あ、いないな。でもさっきここにいたけど、いけるんじゃない？なんかこれランダムなの。よし、これいけるでしょ。おい、ちょっと行かせてよ。これでもね、食らわないからいいですよね。敵だけなんで食らう、拾えないんだよね。向こう、向こう側から鍵がかかってる。何これ、カスタムパーツ。え、カスタム。俺たちの装備はこの奥だぜ。奥だぜ。ここか。なんか光ってますね。あー、なんか懐かしいな。バイオハザード5を思い出しますね。扉を壊したりとかね、2人で、やったりしてましたね、キョコノアさんと。音フリーズ。あ、大丈夫か。オッケー、これで、お、来たー。あ、そうだ、さっきのね、カスタムパーツ使ってみましょうか。ここだよね。うん、オッケー。四角ね。で、これ四角をして、あ、これで OK。 10% ダメージが 10% じゃあ弾 30% しか持てないんで、これどうにかしてほしいですね。どうする、ジル。本部と連絡を取り状況確認する必要があるわ。うん、
戦況に行けば通信施設があるかもしれない。探してみるか。そうだね、探してみようか。まあでもあの出だしでね、あの鍵が、ここは俺が閉じ込められていた部屋だぜ。あ、そうなの。それにしてもあのガスマスク野郎、何をしたいかさっぱり謎だ。本当だよね。捕まえれたのにさ、なんかこの部屋に閉じ込めて何をさせたかったんでしょうかね。ここは何もない。もうここはいいのかな。ちょっと待って、なんか言ってくれるかな。何も言ってくれない。これ冷蔵庫、冷蔵庫、ずいぶん古い冷蔵庫ですね。もうこれで怖くないよ俺は。じゃあバーカー、お前も手伝ってよ。あ、ちょっと待って、なんかねあれだね、早いままになってるな感動。クリスの時にあの狼とね戦うために僕感度を上げたんですよね。あ、違う、オーディオじゃない、オーディオ いじりすぎてオーディオにどうしてもね行ってしまいますね。これですね、これで、これじゃない、あ、これじゃない、これか、あれ、コントローラーだよね。あったあった。はい、一番遅くします。とりあえずこれで。OK。ミンハーブ、ゲットだぜ。は何もないと。後ろを全く見てないんですけどね。大丈夫か。あ、いないね。どこだ。いましたね。なんかね強くなった気がするな、さっきのカスタムパーツで少しだけ強くなりましたね。あ、ちょっと待って、俺調べてないな。あれでここは何もないかな。あ、ん、あ、違う、あれは死体か。あ、ここは何もないですね。じゃあ行こう。は開かないんだよね。OK。わあ、来た。じゃあパーカーどこよ、もう。パーカー全然。くそ、どこからでも現れやがって。いや、もうとりあえずその文句はいいからさ、手伝ってよ。あ、回復薬一つゲットしましたよ。なんかあるかな。ここは何もない。あ、なんかある。よし、10発手に入れましたよ。これは、これ絶対無理でしょう、まだ。道を覚えられるかな、ちょっと不安ですね。
何もない。あ、なんかありますよ。手榴弾。さっきのやつは、ああ、ちょっと。え、なんでそこにいるの？全然違うじゃん。なんでパーカーをさ、攻撃しないの？なんでこればっかり狙うの？パーカーは手伝ってくれないし。何のために2人でいるのかわからない。のたまに、おお、何ちょっとびっくりした。ちょっと弾がもう、あ、もう切れちゃうよ。やっと手伝ってくれたね、バカ。じゃあ2発だけ、バカ。やばい、もう弾がねないんですよ。取っとかなきゃね、あの鍵が閉まってるところ、あそこ撃てば多分開くんで。ハンドガンの弾、OK。 あ、なんで、え、いた、最初にいなかったよね。ちょっとびっくりするよ。ちょ、バーカーに任したら、あ、なんで2人、うわ、ちょっと待って、やばい、全然当たってない。バーカー頼む。あ、あれできるんじゃない。あ、ダメだ、ちょっと待って、蹴っ飛ばそうと思ったらダメでしたね。OK。あれ、ちょっと待って、どこから来たんだっけ。ここは何？あ、あ、でもダメだよね、これ。持ってないもんね。あ、ちょっと待って、弾があるんだよね。一回敵を倒せばもう出てこないかな。ねえ、もう、ああ、何何こいつ、ちょっと、うわ、ちょっと挟み撃ち、やばいやばい、死ぬ。ちょ、回復。ちょ、これ手榴弾でしょ。バーカーも食らった。仕置きだよ、パーカー。いや、あいつ死んでないし、あいつ強いな。カニみたいな手してるやつ。なんでパーカーは攻撃されないの？死んだ？あ、死んでないけど、あれできる。ほら。強いね。とりあえず手を狙えばいいのか。あ、あと4発しかない。どうしよう。ここはトイレか。あーっと、ちょっとここはあとにしよう。どこから来たんだっけか。あー、ちょっと弾をね、節約しないと。OK。もったいないけどね。おい、まだ生きてるよ。チョッパーカーお願い。頼んだ。あー、いる。敵が。敵いますね、なんか。よし。どうしたね。いますよ、この先に敵が。
とりあえずね、これ壊したいんですよ。頭がある。助かった。ない扉が。なんもない。これはエレベーター。じゃあこっち行ってみましょうか。つながるんだ。なるほど。じゃあ上に行きましょうか。これなんか光ってるよ。ハンドガン、弾薬ケース。おお、これで増えましたよ。え、セレクト、お、50になりましたよ。よし、20も増えましたね、今のアイテムで。誰かが壊したのか。これじゃ操舵も不可能。完全に漂流ね。どうするの。あ、なんか光ってますね。壊されて間もない。犯人は近くだ。え、私たちのタグボートが沈められる。このままでは脱出不可能になるぞ。ジル！この人ムービーに出てきましたよね。そこまでだ。武器を捨てろ。お前が捨てろ、パーカー。貴様何者だ。今の銃声はどっちなんですかね。これでエピソード2終わりですか。なるほどね。なんかエピソード1と比べてね、ちょっと早かった気がしますけど。はい、まあということでね、キリがいいんで今回はこの辺にしたいと思います。どうなってしまうんでしょうかね。うまいことね、いかないですね。本当に。
じゃあ、まあ多分ね、次回は、クリス編になるのかな。はい。まあということで、またね、よかったら次回見てください。お疲れ様でした。